オース未来のチャンピオンどうもいんげんです。ということで、ずっとツイッターとか動画の最後とかそういうところでね、ちょこちょこ新しいチャンネルをそのうち作りますよっていうのをね言ってたんですけど、やっとできたのでそのご報告の動画です。で、その前にもう一個ご報告があって、シンプルに引っ越しましたっていう話なんですけど、はい、今後ろの背景真っ白になってますけど、ここ新しい僕の家です。ということで、この家が舞台になる新しいチャンネルなんですけど、実はですね、軽く言ってしまえばこの家での生活とか、この家で僕がやってることとかね、日常をお届けするようなチャンネルなんですけど、ただ僕一人の生活じゃなくて、実は僕今一人暮らしじゃなくて、もう一人同居人がいるんですね。お、人間カップルチャンネル始めたのかと思われたそこの皆さん、残念でした。カップルじゃないですね。ということで、ここでね、話しててもしょうがないので、本人に来てもらいましょう。これからの僕の動画にその同居人が登場することは多分もうないと思うんですけど、この動画だけね、紹介として来てもらいます。ということで、同居人。はーい。いや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 。はい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 。呼ばれました、同居人です。おじいちゃんみたいな。ということで、同居人のつづりなごみくんです。はい、はじめまして、つづりなごみです。インゲンとは10年来の友達です。あ、そうだね、そうだね、もう長いな。僕が、14の時かな、今24なんでね、はい、で、結構ね、漫画とかを描く系のオタクなんですよね。そうですね、はい、こんな爽やかフェイスで結構しっかりオタクしてるんでね、がっつりオタクして、はい、うん、推しを見て涙を流すよ。今僕らしか分かんないんだけど、その動画もちゃんと撮ってるんで、それね、新しいチャンネル出していくんですけど、概要欄にね、URL とか載っけてるんで、もしよかったら見てほしいなと思うんですけど、チャンネル名はオタク男子2人暮らしです。はい、まんま、まんま、もうそう、分かりやすくもうやることがそのままタイトルになってます。そうです、オタクの男子が2人で、暮らしてるその日常みたいなね、ただただそのゲームを一緒にやるっていう動画もあれば、一緒にご飯を食べたりご飯作ったりとか、そういうなんて言うんだろう、ちょっとしたこう日常をみんなに覗いてもらえたら、実はちょっと男でオタクで2人暮らしって結構珍しい、珍しいね、多分思うので、うん、いや、それをちょっとね、皆さんにも覗いてもらえたらなというふうに思って、はい、新しいチャンネルとして作ってみました。はい、どっちかというと主な編集はつづり君の方がやってくれる形になって、僕はどっちかというとこう今のねやってるチャンネルの投稿頻度が落ちないぐらいの範囲でちょっとお手伝いをしていくぐらいの感じになると思うんですけど、出演というかね、動画に出るの自体はもう多分毎回出てくることになると思うので、もしよかったらねチェックしてほしいなと思うんですね。よろしくお願いします。あと自己紹介しておく、なんか言いたいことは、僕漫画家って言っちゃったもんね。漫画家って漫画家志望か。そうそう、俺の自己紹介代わり人間がしてくれたな。ないです、特にないです。動画見てください。はい、でね、彼まだまだ動画編集とか始めたばっかりで、まだルーキーなんですけど、はい、ペーペーですけどね、頑張って1本目の動画作ってくれたので、その動画もね、はい、もう常に上がってるということで、はい、実際に見てみてもらえたらなと思います。で、この動画の最後にもね、彼が作ってくれた、なんか予告動画、予告的な新しいチャンネルこんな風になるよという予告のなんかちょっとマットみたいなのを彼が編集で頑張って作ってくれたので、それを最後に入れて、終わりたいと思います。はい、ということで、オタク男子2人暮らし、これからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして僕のインゲンのインチャンネルもこれからも変わらずに続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お相手はインゲンと鈴木なごみでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。シャリマスやろ、これはやばい、これはやばい、頑張れっていう気持ちになる。てぇてぇ不況成功、本当に泣いてる。やば、感情がおかしくなってくるな。この人シャリマスやって泣いてる。まだ続きしてる。もう一回行こう。最初はグーじゃんけんポン。いや、寝とうやないけ。なんだこれ。あ、ずっと欲しかったやつだ。朝ごはんですよ。やった、上うなぎ丼が届いた。いただきます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。おいしい。ということで、もしよかったらオタク男子2人暮らし、これからも、これからも、これからもね、これから、これから、もじゃいから。これからということで、これからということで、これから。